フェルディナント・ケトラーは、クールラント・ゼムが連公。フェルディナントの死と同時に、ケトラー家は断絶した。クールラント公、ヤーコップ・ケトラーと、大戦帝皇、フリードリ・ヒビリュ・ヘルムの妹ルイーゼ・シャル・ロッテとの、間の末息子として生まれた。1711年に、おいのフリードリ・ヒビリュ・ヘルムが死んだ時、フェルディナントは、唯一の相続人として、公爵位を継承するはずだった。 しかし彼は、ダンツヒに住んでおり、広告の岸身分は、公爵は、広告内に居住していなければならないという法令を、縦に、フェルディナントを公爵と認めないと宣言した。同郷のフェルディナントは、ケトラー家最後の男系男子であるため、近隣列強はこぞって自国から後継者を出そうとした。有力な後継候補と目されたのは、ポーランドをアウグスト2世の所長氏であるモーリスド、 サックス伯爵であった。ロシア政府はミスミス、クールラントに対する影響力を失う気はなく、広告を占領して、モーリスを追い払うことに成功した。1730年、追い、フリードリ・ヒビルヘルムの未亡人で長くロシア占領下の、クールラントを統治してきたアンナ・イオア・ノブナが、ロシアの定位につくと、フェルディナントは新女帝、アンナのおかげで正式に、 クールラント公爵位についた。彼は、ザクセンバイセンフェルス公ヨハンゲオルクの娘ヨハンナ、マグダレーネと結婚したが、50歳以上年の離れた、妻との間に子供を授かることはなく、即位して7年後に亡くなった。アンナ女帝は、フェルディナントの後継者に、自分の長身エルンストヨハンフォンビロンを指名した。ありがとうございます。